こんにちは、ジャパン女子プロレスのキューティー鈴木です。今日は皆さんとコンボ AV を作ってみようと思います。ハンダコテやペンチ、ニッパーなどはあまり使ったことはありませんが、ゲームマシンの仕組みにはとっても興味があります。電気のことやパソコンの知識は皆さんよくご存知だと思いますが、私も今日スタートの日にして少しずつ勉強していこうと思います。毎日使っているラジカセやウォークマンがどうして動くのか、どんな仕組みなのか、中身を知らなくては失礼ですね。スイッチオンで動いてくれるから便利だなって思っていたけど、人間関係と同じで相手のことも思ってやらなくてはね。機械にも対話が必要かも。私もメガドラやスーファミでよくゲームをしますが、自分で作った機械でアーケードゲームができるなんて幸せです。今まではソフトにゲームさせられていたように思いますが、自分で作ったコンボ AV でゲームをすると、自分がゲームをしているんだなという実感がしんしと伝わってきます。キットを作る前にコンボ AV の機能使い方を見てみましょう。大きな特徴はサウンドがとてもいいですね。テレビ、ラジカセなどへの出力やサラウンドシステムの採用など、ゲームセンター以上の迫力です。ステレオヘッドホンでも楽しめるんですよ。またオートトリガーが各々スピード調整できるという点は見逃せません。他に大きなポイントは、縦画面のゲームソフトもテレビを横置きしたままマイキャラの動きを合わせるという機能は最高です。テレビの縦置きは故障の原因にもなりますし、大型テレビは縦に置けません。縦スクロールのゲームが横スクロールになりますが、結構楽しく遊びますよ。ソフトに強い人はキャラクターを変更してオリジナルゲームを作って楽しんでいる人もいます。だけどスプライト画面のソフト変更は大変難しいから、だいぶ勉強しなくちゃダメ。キット制作で説明しますが、チェック機能の LED 表示はとても便利ですね。そしてプレイして気がついたんですが、トリガーボタンのすぐ上にスタートボタンがありますね。これがいいんです。コンティニューしやすいんです。プレイしやすいような気配りが感じ取れます。では、キット制作に取り掛かりましょう。まず、付属の説明書をご覧になって、各部品をチェックしてください。必要な工具を揃えます。プラスドライバー、マイナスドライバー、ニッパー、ペンチ、フライヤー、ハンダコテ、ハンダなどです。では始めましょう。最初にメインコネクタの配線を行います。説明書に従ってコードの長さ、太さなどを確認して行ってください。隣端子はみ出したりしないよう注意してゆっくりと丁寧に作ってくださいね。これがコンボ AV の心臓部です。説明書のチェック事項も確認して間違いないように念には念を入れてください。次はコントロール部品を取り付けます。最初にプッシュボタンを9つ取り付けてください。プラスチックリングの締め付けが少々厄介ですが、しっかりと取り付けします。ここがプラスチックリングですよ。頑張ってください。もうちょっとでゲームができるんですよ。その次はジョイスティックをボルト締めします。そして全スイッチに結線するグランド線をハンダ付けします。このグランド線は全てのスイッチの片方にハンダ付けされます。スイッチを入れるとグランドと接触し、その信号がゲーム基板に送られ、さまざまな動作をします。アーケードゲームはほとんどがこの仕組みでコントロールされています。ではメインコネクタを本体に取り付けて、スピーカーを取り付け、スイッチング電源の指定箇所へ圧着端子付きのコードを取り付け、スイッチング電源を本体の裏側よりボルト締めします。指定されたところに結線しましたか？特に AC100V、 メインスイッチ、メインフューズの取り付けには注意してください。これでコンボ AV は完成しましたね。さて電源を入れてみましょう。
メインコネクタの上の LED が3つとも点灯すれば、電源と電源周りの配線は OK です。たくさん並んだ LED を見ながら、各スイッチを入れてみてください。指定された場所の LED が点灯すれば、配線は OK です。トリガーボタンを押すと、LED が点滅します。この感覚がオートトリガーのスピードです。可変ボリュームにて自由にスピードを変更できます。サウンドもステレオサラウンド機能付きで、テレビ本体からもサウンドを出せます。コンボ AV 本体は10センチフルレンジのスピーカーを2つ使っていますので、サウンドは申し分なく良いのですが、それ以上にテレビやラジカセに接続して使用するともう最高の気分です。ディップスイッチや可変ボリュームを調節して、コンボ AV の機能を十分に引き出してみてください。きっと満足できるものになりますよ。中間ハーネスの作り方。ゲーム基板はコネクター端子がそれぞれ違っています。現在は邪魔規格という統一されたものがありますが、皆さんが探しているプレイしたいオールドゲームはそれぞれ端子が別々です。そのために中間ハーネスというものを作って、コンボ AV の端子とゲーム基板の端子を合わせるのです。容量はとても簡単です。おのおのの同じ端子を点結の容量で計算すればよいわけです。エッジコネクターとコネクターに最初に予備ハンドをしておきます。端子すべてにするのではなく、使用する箇所を確認しながら予備ハンドするのが良いでしょう。コードは被覆を5ミリほど剥ぎ予備ハンダしておきます。決戦図をよく見て、上下を間違えないように注意して作りましょう。上下を間違えてゲーム基板を壊してしまったなんてことにならないようにね。またこの方式で中間ハーネスを作るとほとんどのゲームに対応します。麻雀ゲームやトラックボールを使用するゲームもコンボ AV でプレイできます。コンボ AV も完成したし、中間ハーネスも2度チェックしました。ゲーム基板にコネクタを挿し、中間ハーネスのエッジコネクタをコンボ AV のメインコネクタに上下を確認して差し込みます。エッジコネクタの逆差しは大きな故障の原因になりますので注意してください。では電源スイッチをオンにして早速遊んでみましょう。